今日もまた事件が また事件ですね。何になりますかね。金大司令君がぶっちぎったの。いや、ぶっちぎったがのかは性が悪いって言うんだけど、難しいんじゃないとか思うよ、ぶっちゃけ。レイ、びっくりした。どんな、どんな、レイ結婚しようとかあげとる。いいね。は？え？待って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 先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、おはようございます。おはよう。今日もまた事件が また事件ですね。あー、お疲れだな。今日も鬼になります、小林。今日は、はい、レイ君、問題児レイ君が、ね、たびにクレジットカードじゃなくてキャッシュカードがなくなったって、もう3回ぐらいなくなったレイ君がなんか借りるたびにキャッシュカードが今ないんで、うん、銀行をお金を押せないんでって俺から借りてくるけど、いや、またなの、今日ぶっちぎったの。いや、ぶっちぎったがのかは、なんかカンタさんはそういう感じですよね、うん、なんかぶっちぎって来てないと、まあ、なんか元々なんか俺らが塗装の動画を撮り上げてたんですけど、はい、なんか午後からはカンタさん置いてるみたいな。そう、お昼からの企画ではカンタさんと撮ろうってなってたから、うんうん、まあ、カンタさんに電話したところ、うん、レイ君といますかって聞いたら、うん、レイ君は朝から電話に出ませんと。出ませんと。で、現場にもっていうか、どこにまず来ませんと、うん、だから現場にもいませんと。だから寝ているのか、うん、分かりませんけど。うわー、本当にレイも、まあ、行ってみるか、じゃあ。まあ、普段だったら、まあまあ、正直、まあ、誰かおらんかなって探したんだよな、岡部とか。そう、岡部さん、江南にいるんですよね。まあ、俺が行っても、まあ、正直もう意味ないからさ、うん。俺が怒ることじゃないから。でもなんか、カンタさん曰く、ちょいちょいあるみたいなので。そうそう、カンタが言ってたじゃん。なんか結構しょっちゅうですよ、みたいなので。当日休みにするとか。で、俺ってパッてそれを言われて、何をかぶって、あれ、レイ観覧じゃなくて、小位観覧になっちゃうの。俺の頭ってね。うん、あれ怒んなきゃって。だってもうやめさせろよって。そういうやつって、もう当てにならんじゃん。今日入らなあかんとかさ、うん。で、これって自分たちの仕事でいいけど、お客さんがおったらもうアウトだからね。今日、ね、元請けさんがおった。まあ、ショーが悪いって言うんだけど、難しいんじゃないとか思うよね、俺、ぶっちゃけ。ショーさんとレイがその時にどういう話してるかが分かんないけどね。ああ、そうそう。当日休みますって言って。寝坊だとか、熱が出たとか。もう俺、まあ、結局俺、何もいいんだけど、二日酔いだろうが、風邪だろうが。俺はそうやって思ってんだけど、うん、休みは休みだから、別に。親が死のうが、休みだから。うん、そりゃそうじゃん。家族がさ、うん、千人兄弟で。そいるよ、めちゃくちゃ。1週間に1回身内がなくなると、親戚に全部入れたら1000人だからって、うん、だからそういう名の人がおるかもしれないじゃん、うん、僕たちの村はこの村で亡くなった方がおる場合は絶対に葬式行ってなきゃいけないっていうルールがあるんですと、はい、1週間に1回ぐらいはなりますと、はい、そうか、気持ちで働かん方がいいよなってなるよね。毎週間なくなる、いつになくなっちゃうか分かんないしね、その人が開けるか分かんないし、いいとか悪いじゃなくてね、ショーと言っても今の感じじゃないとか、俺だったら言うから、なんか俺はもうなんか今これ言っちゃっても、何が言うつって、もうお前やめてけやっていう感覚になるからね、それが嫌だ、どうな感じになるね、そうそう、ショーは毎日会ってるじゃん、うん、だから、まあ、現場ででもね、一生懸命やってくれるでなって、やっぱいろいろな思いがあっていう、今の関係があるんじゃない。辞めさせないのにも理由があるってこと。そうそうそう、俺が外から、まあ、そんなやつ辞めさせろって言ったって、いろんなその責任者の判断というのが一番大事だからさ、うん、うん、でも俺では分からんから、そんなやつはいらんよね、以上で終わっちゃうんだよね。だから憂鬱、誰か探しとったじゃん、中が分からんからね。そうそうそう、誰か探しとったんだよな、さっきな、一緒に。カンタさんもとか思ったけど、一番ギャーギャー言う岡部とかな。そう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 。ガミオ岡部とか。そうそう、一番ね。何、安井が来るんだ。うん、安井さんをターゲットにしました。あ、もう次に見るんだ。うん、まあ、どうしていいかな、俺もぶん殴ったとこおかしくなっちゃうし。ぶん殴るのはちょっとさすがに違うけど。なんかもう、俺はね、うん、多分堀川翔っていうのは、こいつを成長させてあげたいと思ってると思う。レイ君自体。レイよね。うん。安井さんどこにいるんだろう、会社？
もしもし。やすい。はい。どこ。A 君の家ちゃうんすかね。あ、家におんの。あ、戻ってきてくれたんだ。オッケーオッケー。家、今もう家着くわ。おるかな、あいつ。あ、わかりました。いや、ちょっとわからないですけど。そう。突撃ですか、サボりですか。まあ、なんかしょっちゅう長屋住んでらしい。座ってるわ、電話して。あ、なんか一階に誰かおるの。うちの、あれ誰かおる。わかりました。女の子がいた。え、掃除しに来てんじゃないの、女の子。すごい、実習生はなんかネギなのか、なんか白菜とか。母ちゃんも出てくるの。なんか入れる。母ちゃんって誰か。母ちゃん。うちの母ちゃん。あ、そうなの。そうそう、うちの母ちゃんが畑で取れた。え、誰かいてるんですか。なんか誰かいたっす。こんにちは。こんにちは。誰々に悩んでるの。ここだよ。あ、掃除しまいでよ。いないね。本当。いつも、みんなでご飯一緒に食べてるな。回してるけどちょっと無理。吐きそうだね。うわ、なんか窓開けとけよ。窓開けとけよ。誰か付き合ってんの。彼氏、彼氏。友達。友達？はい。いや、決めてんの。今日仕事休み？はい、今日は休みです。楽しんどるな、ここ業務でね。すごい幸せや。もうすぐドゥックさんが帰ってきて、ドゥックさんもここの家に入るらしいから。あ、ほんと。みんなで。2、3回がね、クセちゃんが。2、3回全部。あ、3回。え、どうも合ってるところ。あの、静かにしてください。ミュウがびっくりするよ。レイ！びっくりした。飛ぶはなさそうだけど、飛ぶ？え、今まで休んでなかったの？いや、休んでます。ちょこちょこ休んで連絡はあったの？当日休みになるけど、朝に連絡は来るらしいですよ。で、たまに寝坊があるとかあるしですけど。当日休みで休み。なんかもう、ぎっくり腰でとか。すごいな。真面目にやってるんじゃなかった？真面目にはやってる。まあ、来たらやる。あ、今なんかカサカサってなかった。おい、ん、そう、いや、わかんない、もなんか落としたかった。そうそうそう、と思って。レイ君、だってミオと安井さんが2人が反応しちゃった。ちょっとなんか乗ったかさかな。なんか落とした。なんか下じゃない。はい、じゃあちょっとね、まあ、ちょっと翔さんからの電話待ちと、あ、翔ちょっとまた続き、はい、まあ、動画では一本になっておいてね、俺らからしてる続きで、そうそうそう、この動画が公開されてるってことはもう何かが動いてる。そう、良くか悪くかどっちからかわからんけどね。はい、後編はここから。後編はここからです。お前フランス人。イントリー、おめでとうございます。どんな、はい、ちょっと、なんか嘘くさくなるから二人がやると。俺は何の話か。お前だって飛んだだろ。お前も甘いんちゃうか。何の話かわからん。あ、それか。動画撮る内容がね。まあ、そんなこと甘いらすなよ。携帯の電源入ってねえか、お前なんだと思うんだろうか。それ言うだろう。すいません。笑っちゃったよ。笑っちゃったよ。ダメや。空気変えんといかない。空気変えんといかない。笑っちゃった。レイ、じゃあ、じゃあ、ね、家行ったんだよな、ほら。そうですね。もうおらんかったの。いや、家におりました。ね、やべえと思って出てこなかったの。絶対起きたの。どんどん絶対起きたの。まあまあ叫んだから。正直。正直ですか、うん、最後の方に目されて。うん、で出ようとした時にはもう帰っていったんで。いや絶対そう。いや、もう一回行ったの。戻ったっすよね。なんか落としたくねみたいな感じで戻ったけど、あれ絶対そう。どれぐらいかにぶっちぎってんの。いやいや、初めてですよ。出過ぎたね、ぶっちは。
なんでだからしょっちゅう朝なんか調子が悪いとか熱だとか休みの入れてたよ。あ、じゃあ休みなんか関係ねえよってよく言うのよさ、はい、おばあちゃんが大家族でね、スリランカ人で、おばあちゃんが1位それこの動画で言ってるよ。この動画の前編で言ってる月に3回葬式があるって言ったら、もうじゃあうちの会社だったら現場でしょ、一番特殊だろ、手に並んだやつが一番困る、建設と必要ないのじゃん、そういう許しとかなのかよ、マスク取るのかな、チャーション笑っちゃいかないと空気変えてめちゃめちゃ笑っちゃった今どうなの、お前走るの、本当に体調を死ぬけどしょうがないもともともねえだろそれもないだろう、まあ、でも自分の場合は熱があっても必ず、いやだ絶対ブッチだもん、分かるな、お前のせいだな、まあ、それは分からず本当にないから、でも体調管理も大事だし、はい、俺もガキの時言われたし、もうそれがやれるのだったら、まあ、楽なとこ行くわって見た方がいいよ、本当に思っとるかな、心配だね、はい、まあ、結婚しとる動画あげとる、いいな、自分で言ってよ、離婚してさ、は？え？待って、そんな言ってなかったもん、ごめん、めっちゃごめんさ、でも嫌じゃないか、それは別の動画もあげてるんですけど、うん、いやでもまず結婚したことすらあげてないから、離婚しましたで急になったらやばいよ、じゃあサムネ変えろこれだけど、でもなんかでも動画になってないけど、みんな結婚したこと知ってるんでしょ、レイ君が、そう、どんだけお前結婚してる、母の記憶見たんちゃういや、そしたら違う、3ヶ月かなんかって言ってなかった、みんなからしたらさ、結婚したことをまず大ニュースなのにさサムネ変わっちゃったよ、じゃあ離婚しちゃったよ、離婚について詳しく教えてほしいわって、でもそこもしっかりやれよ、もう俺はもう本当に勝利次だったら俺は勝利言わなかった、はい、許しとんだやめさせろそんなやつ言わなかった、違う方に興味惹かれちゃったよ、なんでじゃそれはいろいろあります、教えてくれないけど、ちょっと教えて、じゃこれ動画外のがいい、言える内容だけでいいよ、ピー入れる、ピー全部ピーになる、あじゃあ動画外にしたらいいよ、いややらかしたとかそういうのじゃないです、ただ不一致だろ、仲良くなる日だろ、一緒に住んどった、いや住んではないです、一緒に住んだろ、なんでミオたちを見るの一番悪いやん一番悪いやん、絶対違うでしょ今、まだ一緒に、まあ、やり残したいんだ、いや、それは一切ないです、もう処理場も離婚したの、はい、レイ君が離婚したかったんでしょ、だって女がってより、まあ、それは聞いてた女がってよりレイ君が離婚したかったの、お前がどっちから言ったの、お前からなんで女できたのか、そういうのじゃなくて、なんかいけみたいな、動画で言えんな、ちょっと今いかがでしょうか、ちょっと動画終わったらいいんじゃない、動画的には気になるだろうけど、しました、結婚してないことを報告する前に、ね、報告されてませんがそれ撮ろうって言ってたらね、うん、あそうか、はい、まあね、独身だよ、まあ、彼女募集中、はい、じゃあここでインスタ、ここにインスタやってこれよ、まぐれ、本当に悪いぞ、俺そういうとこだぞ、悪いぞ、まあ、悪いぞ、まあ、死んじゃねえよお前、言わせたの自分だけど、欲しいってしてます皆さん、頑張ろう、独身で頑張ろう、待って松田さんも入れてあげてください3人でね、はい3人で頑張ります、離婚しました、すいませんちょっとね、サムネ的にちょっと謝っとこうか、サムネ感の雰囲気ちょっと真ん中に、いや頭下げマジでやらかしました、せーの、すいませんでした、声はいらん別に動画趣旨変わっちゃったじゃん、先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよまあちょっとね、今あの冬もあのリライブシャツってあの販売してますんで、結構好評で売れてるんですけど、まだまだちょっと3000、上下3000セットか、あのリュウジさんが信じたからね、あのリュウジがあの何にも動じないリュウジさんが信じちゃったからね、これ聞いてるかもそうそう本当にあの感情本当にあの感情のないリュウジさんがそれを言ったから、リアルっぽい、そうそうそう、マジ怖かったな、
だから信じます、信じますよ、リュウジさん。付き合いが最高。はい、はい、せーの、まだ見てなんか怒りの雰囲気じゃなくて楽しい雰囲気になっちゃったし最後。